雰囲気のいいお店に行くとついつい空気もきれいなのかなとエアコンの汚れが気になってしまう元皇居エアコン担当者のアキニーです。本日もエアコンの話をちょっとお伝えしたいなと思っています。今回お送りする内容はエアコンのおすすめメーカーはどこについてお話をしたいと思います。エアコンのおすすめメーカー、量販店に行くととにかくいっぱいメーカーありますよね。でパッと見同じように見える、そうすると比較検討するのは値段だけとか CM でいっぱい流れてるからとかいうケース多いですよね。だけど皆さんが例えば CM を見てまた量販店に行って選ぶ基準もそれはそれで大事なんですけど、やっぱり僕たちのようにこう普段からね、たくさんエアコンに関係をして多くの設置の経験からエアコンのその不具合だったり、あとやっぱり信頼が起きるメーカーさんっていうものっていうのはやはりどうしても差がついてくるんですよ。でそういったものをまあこれからね、もう冬も終わり、これからね一気にこう夏に向かって気温が上がってくるこのタイミングでもう一度きちんとお伝えをしたいなと思ってこの動画を配信させていただこうと思います。さあ今回ですねお送りする中でまず基準は大きく分けて2つあります。一つはまず故障のリスクがより少ないと感じていること、これは僕の方が今までねたくさんこうエアコンを設置してきた中でやっぱりこのメーカーは故障少ないなって安心しておすすめできるメーカー、それといろんなメーカーを設置をしてるってことはその故障だったり部品の手配だったりってするときにやっぱりこれアフターフォローの体制がしっかりしてるなって感じるメーカー、この2つですね。一つは製品の信頼感、もう一つはアフターフォローの体制のがどれだけ構築してできてるかってことですね。その2つについてお話をしたいと思います。なので好みの問題、このデザインが大好きだからっていうものとか、もうこの機能は譲れないっていうものについてはね、それはもう皆さんの選択の自由だし、そこはもう好みの問題なので、そこについていいとか悪いとかっていう話ではないので、その点はご注意ください。さあまずもう結論から申し上げましょう。とにかくそのメーカーの信頼感というかね、製品の信頼もね非常に故障が少ないなっていう意味では、個人的にはやっぱりね一番は三菱電機です。三菱電機の製品の信頼度っていうのは、非常に高いっていうのは、これはね僕だけの原則ではなくて多くの人たちが言ってるんじゃなかろうかと思います。そして、第2のメーカーのアフターフォローの体制の構築、これについてはダイキンです。ダイキンのアフターフォローの構築っていうのはもうとにかく非常に他のメーカーに比べてもぐんと頭抜けでいい。そのあえてね故障し夏場に故障してるって時っていうのは僕たち以上にとにかく設置されてるエンドユーザーさんが早く復旧させてほしい、早く直してほしいっていう状態の時にやっぱりこう別に僕たちがダイキンとか三菱の特約店をやってるわけではないんです。実際に倉庫にもねどうしてもこのメーカーのエアコンを取り寄せてほしいっていう形でね他メーカーのエアコンを入れてるケースもあります。なので僕たちはどのメーカーのものも取り扱いをしておすすめをするという立場なので、特約店だから早いんだろうということではないと思うんですよね。なのでそういった意味ではまずそのダイキン三菱というのがやはり群を抜いて、なんていうんですかね、こうしっかりしていると僕たちは言えるんだと思います。だからその中で、ね、どの機種をおすすめするかというのはまた別の動画でお送りをしたいと思うんですけど、
やはり僕たちはどうしてもアフターフォローのこと、それとそのエアコンを買ってから次のエアコンに入れ替えるまでのトータルコストに対するコスパっていうものをやはり考えてしまうんですね。そういったところの観点から、僕がお客様からご相談を受けるときには、その2社をメインでお勧めをしたいと思っています。いかがだったでしょうか。なるほどな、参考になったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録、そして高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元公共エアコン担当経験者、ハキニでした。それでは失礼します。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとずつね、動画の方を変えていきたいなと思って、冒頭の一言コメントなんてものもちょっと入れてみたりしたんですけど、どうでしたか。ちょっとね、今までの口癖というか、今までの流れがね、普通に口から出ようとして、ちょっとこう、うまく喋れなかったりとか、口ごもってしまったりとかする場面もね、結構あったかもしれませんが、またこれからね、夏本番に向かっていく中で、どんどん暑くなってくると、どうしても日々のね、緊急性というか対応の方に追われるケースが出てきちゃうと、なかなか動画をね、撮ってあげるってことができなくなってくるかもしれません。まあ、そういった意味ではね、春先ぐらいまでの間に何本か上げさせていただきながら、あとはその状況に応じてね、ちょっとした時間を見つけながらアップしていきたいなと思っています。今までよりもちょっとこう変わった作りというか、少しずつね、素人がね、素人なりにやってることなので、皆さんからするとね、まだダッセーなとか、下手だなとか思われちゃうかもしれませんけど、そのあたりはちょっと多めに見ながら、またご意見やアドバイスなどいただけたら嬉しいなと思います。それでは今後ともよろしくお願いします。